近い近い。いいですよ。何これ。ティッシュ。ティッシュ。なんか洗顔の後にね、拭くタオルあるじゃん。あれティッシュがいいっていうのを元から言ってたんだけどね。無印のティッシュがね、すごい優秀らしくて。へえ。これもなんかセットであったね。この方がお得かな。まあどっちにするかは後考えよう。どうしよう。あとは何これ、なんかいっぱい抱え込んでるけど。あ、これもすごいですね。これも欲しいなと思う。なるほどね。こちら小物入れ。はい。結構買うものあったね。歯ブラシ、歯ブラシなんか普通のでいいんだ。すごい、これ袋に入ってる。ん？ああ、袋に入ってるね。歯ブラシ、そんな買いたかったね。歯ブラシ。みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、修学旅行の準備パート2をやっていきたいと思います。今回はね、主に100均、まあまた100均ってなるかもしれないんですけど、ダイソーではなくセリアで買ってきたものと、あと無印のね、洗顔もろもろ買ってきましたので紹介していけたらなと思います。でパート3で多分リュック詰めになると思うので、はい、楽しみにしておいてください。ちなみにパート1はどこでしたっけ？パート1は、H&M とダイソーでエチケット袋とかパジャマとか買いました。ということで早速紹介していきたいと思います。はい、じゃあもうカメラ手元に切り替えちゃいますね。アップ、やだ、恥ずかしい。無印からいきます。まず化粧水、ちっちゃいやつ、手のひらサイズ OK。 続いて乳液、これも手のひらサイズ、ちっちゃいやつ、かわいいやつ、OK。 最後、マイルド保湿洗顔フォーム、ちっちゃいやつ、手のひらサイズ、超かわいい、 OK です。次いきます。次はセリアで買ったものたちです。まずこちらの容器、これはゴムとか、あ、紙ゴムとかピンとかそういうのを入れていこうと思います。酔い止めとかもあるから、そういうのももろもろね、入れてられたらなと思います。次、これはシャンプー、リンス、ボディーソープもろもろ入れたいなと思います。はい、はい、ということで次はクリームケース、これはニベアとかクリームもろもろ入れたいなと思います。はい、次は歯ブラシですね。で、袋に入ってるんですけど、袋じゃその、なんていうの、管理が、使った後の管理ができないと思ったので、こちらのケースも買ってきました。から、ケースに入れて持ってきたいなと思います。多分灰色を使います。真ん中の、かわいい。で、次にこのポーチを買いました。これはね、こういうね、シャンプー、リンスの、容器とかをこうバーって入れて持っていくためのポーチとなっております。超かわいいです。次に靴下3足を買いました。100均はね、靴下は100均なんです、我が家は。それでそんなことないよ、別に100均って決まってないよ。いやけど今履いてるの100均だし、ママが履いてるのも100均でしょ、どうせ。そう、我が家は100均なんです。で、まず長いの
ハイソックスの靴下と、このなんか足底がクッションになってるっていうすごい疲れにくそうな靴下と、あとすごいフリルな可愛い靴下を買ってきました。これはね、ちょっと最初の方にそのウォーキングじゃなくてハイキングっていうの、なんか歩くらしいので、足がすごい疲れるらしいので、行きはこういうの履いてって、でこれはパジャマとかに履いてって、でこれはもう、まあ、なんとなく履いていきたいと思いますなんとなく。次にこちらのなんていうのかな、トートバッグの黒バージョンを買ってきました。ちょっと大きいので入りにくいんですけど、こんな感じのね、これだけ食べる、こんな感じのね黒いトートバッグを買ってきたんですけど、これはその温泉に行くときにちょっとあの温泉お風呂温泉に行くときにその下着とかをこう手持ちで持ってたらさすがに変な人なので、変な人じゃない、めっちゃ変な人なので、ちょっと黒いのに入れていきたいと思います。下着こう持ったさ、こう行くのもちょっとあれだなと思ったんで、これにバスタオルとかね、その洗顔用品とか入れて持ってきたいなと思います。マチついてるんでバッチリですね。でラストはこちらの手袋です。なんかすごい雪とか降ってるらしくてめっちゃ寒いらしいので手袋していきます。でちょっと物が触りやすいように薄めを買ってきました。すごいモコモコオートもあったんだけど、モコモコオートだと操作しにくいっていうの、何かしにくいと思ったので、はい、薄めを買ってきました。以上でございます。はい、はい、ということでおまけにちょっとダイソーで買ったこのねリュックを紹介します。これ300円だったんですけど、大きいリュックとは別にもう一個ちっちゃな身につけ、いつも身につけられるリュックを持ってこいとのことだったので探したんですけど、いい感じの大きさのリュックがなかったので100均で探して見つけました。これめちゃめちゃ可愛くて四角いんですけど本当に可愛いので、これをねつけて江戸村とか日光東照宮日光東照宮東照宮のどきとか、このリュックをね背負っていきたいなと思います。ちょっと背負ってみてください。雨入ってないから変か、ちょぺちゃんこだと思うけど、あと長さも調整してないの、短っ、買ったままだから冒頭こんな感じ。ちょっとね中身入ってないからちょっと変な感じかもしれないけど、そうですね、あとちょっと紐も今きつっすねまあイメージとしてはこんな感じになります。はいはい、はい、ということで以上でございます。ということでね、今回はそう修学旅行の準備パート2の動画でした。次にねそのリュックにいろいろ詰めていきたいと思うので、はい、楽しみにしててください。ということでそれではバイバーイ。